はい、今日はですね DJI ミーモアプリを使った編集方法、これをお届けしたいと思います。簡単ですよ。こんにちは。中小企業の動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて今日もですね DJI Osmo 6についてですね、お伝えしていきたいと思うんですが、撮影はしたけど編集するのが苦手っていう方にちょっと朗報です。というのもですね DJI Osmo 6を使うときにまずその自分が、使う端末スマートフォンに DJI MIMO というアプリをダウンロードしてください。そしてMIMOを立ち上げて撮影していくんですけど、撮影したそのMIMO、MIMOを使って撮影すると最後このアプリの中でも編集ができてしまうということなんですね。で、今回は私が実際に今回のスケボーのシーンをねいくつか撮りましたんで、それをこう編集していくっていうところをお見せしたいと思います。で、この編集の中にもですね AI 編集というものもできますし、テンプレートっていうのがありますので、もう本当にいくつかのテンプレートがあって、そのテンプレートを選んで、で、そのテンプレートが、このような動画にしようと思うと、素材が8個、8シーン必要ですよとか、6シーン必要です、12シーン必要ですよっていうようなことも全部、わかりますので、とりあえずMIMOでね、使って撮影だけしといてください。で、実際にどうやって編集するか、続きは動画をご覧ください。どうぞ。はい、今日はですね Osmo Mobile 6そして DJI MIMO、 これが、ちゃんとつながってる状態、はい、で撮影もすべて終わっているというところを仮定してですね、編集できますんでちょっと一緒にやっていきたいと思います。とっても簡単です。まず左上の家のマークをタップしてください。はい、そしてですね今度はこの一番下のところの編集っていうところを押します。はい、じゃあこのようにね いくつかこうテンプレートがあるんですよね。はい、こんな感じで、はい、ね、ロックショットとか左上のねところにも書いておりますけど、じゃあこれどういうふうにしてやるかっていうと、これ一番左端のやついきましょう。この下の適用っていうところをタップします。はい、はじめね何もなければ ない状態であればダウンロードっていうのが出るのかもしれませんね。そしてこの DJI にももう連携した状態こう撮影したやつがあるわけですね。でこれを8個選びます。右上のところに8分の1って出てますよね。もうちょっと適当にねやっていきますね。で8ってなるとね、こういうような感じになって右上の追加っていうのをします、ね、音楽とかこうテロップアニメーションなんかがあってね。でこういうふうな感じで OK だったらこれエキスポートっていう形で、はい、で保存して投稿っていうのもありますけど保存のみっていうところになると iPhone のカメラロールの中にこれ写真の中にですねこの素材が入ります。投稿キャンセルしますか、キャンセルで、で保存のみ、はい、でそうするとですねこれですね、はい、いかがだったでしょうか。めっちゃ簡単ですよね。このようにですね、編集をね、一からちゃんとやっていくっていう方もおられれば、最初はちょっと編集をこういうふうなテンプレートとか、AI にちょっと頼ってやってみたいなっていう方もおられると思うので、そういう部分においても、この DJI MIMO というアプリは非常に優れております。ぜひ、試してみてください。それではまた明日。